アローラー、ダイスです。今回はポケットモンスターウルトラムーンやっていきましょう。なんかムーンは久しぶりな気がします。今回はね、各ポケモンの交換イベントやっていきます。ダイス、まずは2番道路からスタートして最後ポニーのところまで一気にやろっかな。2番道路を私ね、2番道路のポケモンの交換ってもうすでに終わっちゃってるんですけど、この子この子ルチャブルをね、交換でもらいました。ストーリーの途中でもらったんですけど、ここは鬼スズメを渡すことでルチャブルがもらえる女の子です。次行ってみよう。次はね、アーカラ島の5番道路にあるポケモンセンターなので、そっちに移動します。せせらぎの丘のところだね。この子だった気がする。困った時用にオンバトを連れてるんだけど、ヨーテリーと交換しよう。これだね。じゃ、ヨーテリーを捕まえに行きます。お花牧場。ヨーテリーはこの他にも5番道路の南側とか6番道路でも出るんですけど、私は基本ここでヨーテリーを見ることが多かったので、お花牧場でチャレンジ。ミルタンク違った。ヨーテリーが出るまでやっていきます。ポケモンのゲーム内での交換ができるものって、持ち物とかが結構ね、レアなものだったり、ストーリー中だとその時にまだ手に入らなかったものとかもあったりするので、今回はね、そちらも一緒に見ていこうと思います。ジャッジとかはみんな違うんじゃないかなって思ってるんだけど、どうかな。ヨーテリー2匹目できました。この子を捕まえていきます。クイックボールは、ちなみになんですけど、ルチャブルもらった時にプラスパワーをね、確か持ってたんだよね。一発 OK。 じゃあこれで戻ります。あれ、お姉さんが卵持ってる。欲しいな卵。ボックスに送っておきます。まあ、レベル上げとか結構いろいろしてると、ここで回ってなくてもたまにやると持っててくれるっていうのがまたいいよね。よし戻ろう。これでヨーテリーを渡してオンバットをもらいます。はい。あ、待って、手持ちに入れなくてもよかったんだった。まあ、いっか。陽気やる気のヨーテリー、これで交換。から陸飛さ、あれ名前も面白いんだよね。忘れてたよ。この子キヘくんって言うんだね。ヨーテリーかわいいな。オンバットも言葉にできないほどかわいいから、大事にしてね。大切にします。もらったオンバットは陸飛さ、控えめお見通し、光の粉持ちでした。光の粉もここでゲットできるのは嬉しいよね。持ってる技とか性格とか持ち物は変わらないと思うんですけど、ジャッジは今な感じでした。次行ってみます。ロイヤルアベニュー、ここも結構通ってたけど忘れてましたよ。確かね、このコックな おじさん、ベラ火山で大活躍したわしの道場地欲しくない？メノクラゲと交換してもいいよ。メノクラゲね、捕まえに行きます。7番道路でいいかな。せせらぎの丘とかでも出てくると思うんですけど、ここが一番いるかなと思って来ました。お、一発やったー。またこれでクイックボールで捕まえられたら嬉しいよね。どうもね、本当にクイックボール率が良くて、ウルトラさんは今図鑑埋めしてるんですけど、出会ってまだ持ってない子はクイック投げてるんだよね。で、今クリティカルだったよね、これ。音とかでこうシュンって言うんだよってコメントでも教えていただいてました。ありがとうございます。
これでドジョッチと交換。はい。何持ってるんだろうね。あと名前ってなんだろう。身長クリアボディ、この子を交換に出します。嬉しいな。目のクラゲ大事にするからドジョッチをよろしく。え、ユイッチーからレナレナが送られてきた。なんて名前、レナレナってどこから来てるんだろう。ドジョッチのタイプは水と地面だな。弱点は草だけだな。元気がいいおじさんだね。やんちゃ危険予知、モモンの実、持ち物で持ってるドジョッチ、噛んじゃった、ユイッチーさんのレナレナ。持ってる技はマグニチュードとかも入ってるね。 HP 最高でした。じゃこれ預けて次行きます。8番道路、ここ何だったっけ。確か女の人いた。ケララッパとアーボックを交換。ケララッパを捕まえに行けばいいね。8番道路にそのままいたと思うので、このまま移動して捕まえちゃいます。意外とね、ポケモンの交換って近場にいたりしますよね。今まで行ったことがあるところとか、なかなか出ないんだけど、なんか野党もいっぱい出る。来た。よかった。ケララッパー、ケララッパも私ドデカ橋まで進化はさせたけど、バトル出してないな。そう考えるともう偏ってる気がしますね。ストーリーの時もあんまり変えずに行ったっていうのもあるんだけど、クイックボール、もうやっぱりいい量。ケララッパを捕まえたぞ。これでまた女の人のところに戻りましょう。交換。はい、オッケー。せっかち鋭い目ケララッパを交換。さよなら、僕また来て、ケララッパ。え、また来て、え、また来て、ケララッパ。キーヤンからロイが送られてきた。ロイって聞くとちょっとね、私鋼の錬金術師大好きなんで、ロイマスタングしか出てこないんだけど、毒か。あ、僕可愛がってね、もちろん。やっぱりドデカ橋に進化させるんだね。もらったロイくん、ワンパク威嚇で持ち物が香るキノコ。持ってる技はこんな感じです。妖怪液が入ってる。ジャッジは防御が最高でした。いや、名前はロイだけど大佐だな。カプの村、カプの村、男の人だよね確か。ボクレー連れとる。ボクレーをボクレー、ボクレーとボクレーの交換。試したい技もあるでな。ボクレー捕まえに行きますか。あれ、メモリアルヒルだよね。ちょっと島が違うし、若干遠い。出ない。ゴースしか出ない。なぜ。ボークレー、あ、来た来た、よかった。ボークレー21、メスの子だね。捕まるかな。できれば交換全部クイックを目指したい。で、入らなかったらもうしょうがないよね。うん。峰打ちします。来た。ボクレーを捕まえたぞ。交換に出そう。ボクレー連れとる、連れとる。取ってきた。はい。オムロットも持ってるけど、身長お見通しの子でしたね。はい、交換。ボクレって腐った切り株に魂が宿ったんだよな。そうなんだ、いいこと教えてもらった。ゴーストタイプのこの成り立ちって結構いろいろあるのかもね。ヘパからわーいが送られてきた。あれ、わーいって名前なの。どこから来たんだろう。お、わーい
外の様子が。そうだね、通信交換でオーロットだったね。ということはこのイベントをするとまだ図鑑が埋まってなければ僕でも図鑑登録になるし、オーロットも図鑑登録になるんだね。進化した、僕らが進化した。噂は本当だったんだな。これを確かめたかったんだね。わーい穏やか、自然回復、草セット持ってるんだね。あれ、 Z クリスタルって交換の時外れるけど、すごい、びっくりした。ポニーはこの女の人、からなくし欲しくない？グランブルがいいんだけど、いざ別れるとなるとね、その気になったらまたおいで。確か原野にいた気がする。さっきのびっくりしちゃったんですけど、あの草ゼットって外して他の子にも移動できたりしたのかな。いやー、ストーリーの時にやってれば。はい、この子捕まえます。交換のイベントで Z クリスタル持ってる子もいるんですね。いや、そういえば3面の時もそうだったかな。ちょっと変わったかなと思ってたんだけど、とりあえずね、今回の人はグランブルなので、この子を出しに行きましょう。お、70からなくし。東の海と西の海、色が違うじゃないですか。確かこの交換でもらえるのって、アローラにはいない子だった気がする。アンカと、グランブル大事にするから、カラナクシのことよろしくね。グランブルをクムへ送ります。クムさん。クムさんから来るのはカラナクシ。あ、やっぱりピンクだ。アローラ地方だと緑色のカラナクシですよね。ま、青っていうか緑っていうか、バブコ、あれ名前、バブコ女の子かな。西の海東の海でカラナクシの姿が違うけど、一体どこが基準なの。この話はね、名探偵ピカチュウで出てきましたよね。カラナクシの色の違いは、その住んでるとこの水の水質によって変わる。確かね、こういう風に名探偵ピカチュウの中で出てきたんで覚えました。どっちのカラナクシが可愛いかっていうと、私どっちも可愛くて好きなんだよね。もらったカラナクシ、バブッコ、やっぱり女の子だ。防御が最高でした。冷静、呼び水、水Z持ち。あ、これ目覚めるパワーも持ってるんだね。水Z、草Z、どっちもか。ポニーの剣道、お兄さんが確かケンタロス。キテルグマ欲しいな。キテルグマ、へえ。なかなか出ないキテルグマ、やっと出た。ミッケボン使っちゃったもんね。コバルオン、いや、モフモフしてて可愛いな。ヌイコグマとかキテルグマのぬいぐるみがね、欲しいなって思ってたんですけど、あのポケモンセンターに遊びに行った時にね、ヌイコグマはね、ぬいぐるみあったんですよ。ただヌイコグマってぬいぐるみみたいで可愛いけど、触るとすごい暴れるんだよねって思い立って購入はしませんでした。どっかで欲しいな。威嚇で相手もビビる。ケンタロスと交換。さっきのキテルグマはモフモフ、ずぶとい性格でした。この子で出します。レベル61だったから多分一番高い感じかな。キテルグマとケンタロスの新しい旅立ちだわ。ケンタロスくん、教授、フフーから教授が送られてきた。なんで教授ってつけたんだろう、ケンタロスに。いや、もうゲーム内の人たちのニックネームつけ方がすごいよ。
教授だったよ。はい、以上でね、一応私が知ってるウルトラサンムーンの公開イベントは終わりなんですけど、最後教授って教授のねステータスを見ようと思います。教授陽気威嚇ノーマル Z 持ち。あら、草 Z 水 Z って来たけど炎 Z じゃないもんね。ノーマルタイプだからノーマル Z 持ちでもらいました。あ、すごい、なんか矢印みたいになってる。素早さ最高じゃこれで全部で5体すべての子を交換でもらうことができました。まだやってない方はね、ぜひやってみてください。持ち物もいろいろもらえるんですけど、いや、Z クリスタル持ちがいると思わなかったので嬉しい。あとはカラナクシのピンクの子だね、可愛かった。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you!